はい、こんにちは、ズイフさんです。今日はゼレンスキー大統領の本当の欲望、ハーモニクス7、これを見ていきたいと思います。この前ね、ハーモニクス8、鎧兜、ね、実際の対応としてはどういう対応を取るか、チャーチルです、ね。チャーチルのような、もう追い込まれるんだけども、もう諦めない、もう大統領ね、首相もう降伏しましょうよ、もう強いし、他の国もみんなね降伏してるしね、もうイギリスもボコボコだから、もう降伏しましょうよってね、周りは言ったんだけど、いや戦うとね、いうことでね、25万人ね、ダンケルク、ね、25万人の兵隊を救うんだと、もう必死の、ね、救出で見事、25万人がね、救われたと、ね、普通でいけばもう皆殺し、25万人、ね、そこをね、なんとか助けて、勇気づけて、ね、反転に移ったということでございますね。ですから、まあ、でも元々ネイタルではね、もう石原慎太郎ですっていうことですから、日本でいうとね、石原慎太郎さんがウクライナの大統領になっていると考えていただければ結構です、ね。ですので、まあ、石原慎太郎さん戦ってます、ね、もうここから動きませんと、キエフから動きませんと、ね、普通ならね、逃げちゃうんだけど、まあ、多分逃げちゃったらね、もうウクライナもうとっくにね占領されていたんじゃないかなと思うんだけども、自らね、キエフに残り戦っていると、いうことでね、その気骨あるその精神ね、日本でいうともう石原慎太郎的なね、ハト派的なね、そういう方なのでね、太陽火星という、ね、ことですから、石原さんも太陽火星ということで、尖閣買いますみたいなね、そんなようなね、気骨っていうのはあるわけです。それではじゃあね、ハーモ7、本当のところどうなのと、あなたどうなのというね、本当何が欲しいの、どういうことをやりたいの、ということを見ていきたいと思います。まず太陽は魚座にあり、金星と合、月とトライ、ね、ということでね、徳川幕府太平の300年、ね、太平の、平和をね、まあ、手に入れた、ということですよね。だ本当はもうね、もう戦争ないと、ね、戦争なくなって、もう平和な世の中にしたいと、いうことでね、徳川幕府だと。だからもう世界史的に言ってもね、奇跡的な300年、ということだったんです、ね。今もね、日本も戦争してないんですよね。戦後第二次世界大戦以来、日本は戦争してません、こんな国も珍しい、ね。でアフリカとかね、戦争の多い国からすると、日本ってすげえよなって、日本をお前ら見習えと、あそこはもう戦争してないんだよと、ね、ここ何十年もしてないんだよと、ね、しかも、ね、平和憲法っていうのがあるんだよ、ね、見習おうっていう声もあるわけです。まあ日本ではね、賛否両論でね、日本も核持った方がいいんじゃないかみたいなね、そんな議論を始めましょうみたいなこと言ってますけどね、まあとにかく太平、まあ、平和、日本も平和、戦後、ね、ずっと平和、ね、徳川幕府も、まあ、平和、ね、徳川家康の時代から始まってもう何代もね、16代将軍までいたわけですから、平和を享受したと、ということで、ゼレンスキー大統領としてはもう本当に個人的には平和が欲しい、ね、ということで、まあ言ってましたよね、まあなんとか
もう挑発するなと、もうちょっと現状維持でいいんだと、何もやるなと、何も言うなって、ね、戦争始まる前はね、侵攻前はね、そう言ってたんです、ですから本当の欲望は徳川幕府、もう平和な世の中が欲しいよということだったんですね。まあ、そういったことで、まあ、奥さん子供もいて、で、まあ、今奥さんも、まあ、どういういきさつでまだいるのか分かんないですけど、まあ、避難しろとは言わずに、まあ、奥さんももうここに私もいるって多分言ってんじゃないかなとは思うんですけどね。平和と、じゃ太陽と月、あの満月とかね、スクエアとかだったらどうかっていうと、平和じゃないとこ行っちゃうんですよね、ちょっとおかしいんじゃないって、ね、日本平和すぎるんじゃねって義勇軍だから、義勇軍で戦う、ね、と言った人ね、ちょっとチャート70人見てみたいなと思うんですけど、多分ね、満月生まれとかね、下限の月、上限の月ね、どっちかの人が多いと思うんですよね。ですので、下限でも上限でもね、なんか現状にいいのかと、このままでと、違うだろうと、ウクライナ助けに行かなきゃいけないだろう、じゃあ戦います僕、日本の自衛隊にいても僕しょうがないんで、何もできないんで、宝の持ち腐れなんで、もう義勇軍行って戦ってきますと、いう、まあでも外務省はちょっと待てと止めてるらしいんですけどね、そういう人って多分ね、もう乱暴ね、乱暴みたいなね、あいつにとって地獄がふるさとですってね、まあそういうね、ことで、だからいつも見るんですよね、そこまでやらなくてもいいのにってね、満月生まれの人とかね、あのに思うのは、そこまでやんなくてもいいのにみたいな、なんで今の生活に何の不満があるんだとね、ということでね、頑張りすぎちゃう、それでもう何か他のことをやりたがって、家族も巻き込んじゃう、家族もお手伝いさせるみたいな、だからまあそういう方には、家族を巻き込まないようにね、プライベートはプライベート、ね、ということで、お休みはお休み、土日はもう仕事入れない、ね、というふうにね、家族と過ごすんだとかね、いうふうにね、プライベートを ちゃんと申し込んで、ね、土日は趣味で僕はね過ごすんだ、ね、そういうようなね、方だから、もう本当は平和にね、もう趣味で暮らすんだと、僕は休日はと、ね、優雅に楽しく暮らすんだと、ね、平和に家族と、ね、友達と、ね、そしてまあ金星、もともとネイタル太陽金星5ですから、ね、楽しいこと大好きです、ね、もう楽しいことなくして、自分の人生ありえない、そういうようなね、考え方、エピキュリアン、それがまあ太陽金星5の人の特徴です。ですから楽しく暮らしたいよと、ね、しかも金星は木星とスクエアなんですね。ですからもう毎日でもホームパーティー、ね、きらびやかなホームパーティー、ね、毎日銀座に行く、ね、毎日六本木に行く、ね、あ、そうそう、小川博士、受刑者、ね、小川博士受刑者もロッテのね、あのプロ野球選手になったらお金入る、何するか、ね、六本木や銀座、ね、飲み歩いて、ね、まあそれがまあ金星木星なんですね。だからまあその味が忘れられないので、その借金をしまくったとかね、そういうような話だったんですけども、本当はそういうふうに楽しく遊びたい、ね、で金星木星って、まあキャバクラとかじゃ なければ、趣味とかね、自分のその楽しい趣味とか、
ね、そういったものにお金を使うよと。だからまあお金、こういう配置を持ってる人はね、お金いっぱい使うんでね、もう稼げるんだったらいいですよっていうね、ことなんですよね。ですからもう本当に平和、でまあ人々が楽しく暮らす、本当それがね、まあ本心、ね、本当の欲望なんだなと、こういうことがね、ハーモニクス7でこう分かりました。そして鎧兜としてはチャーチルになるぞと、諦めないぞと、ね、ノルマンディ上陸作戦やるぞと、いうような、そういう精神、ダンケルク精神、で戦う、で、ネイタルはもうネイタルでね、もう石原慎太郎ですっていうね、ことで 石原慎太郎がね、ウクライナの大統領だったら何をするかっていうね、想像してもらえばわかると思います。そういうことですね。最後まで戦うぞと、いうことでね。で、まあ石原慎太郎さん自身も戦いの人生でしたね。田中角栄と戦う。田中角栄に喧嘩を売るっていうね。そういう気骨ある。で、まあそれがまあ石原慎太郎さんが人気のね、理由なんですけど、ね、強いものにこそこうやっぱりね、闘志かきたてられる、そういうようなことですよね。だからまあその当時の、ね、日本では田中角栄というのは日本一の権力者、だから今のロシアみたいなもんですよね。強大なロシア帝国、それに勝つんだ、そういうような闘志っていうのもネイタルであるということでございますよね。ですんでね、もう本当に7、8、ね、でね、9を見ようとしたんですけど、9はね、見ちゃダメだと。大凶ですと。だからずっとね、前世の方をね、ちょっと説明しようかなと思ってたんですけど、それはやっちゃダメだと。神様が言っておられるので、今はやりません。まあ将来やるかもしれないし、まあずっとやらないかもしれないしっていうね、ことでございます。誰出すにもね、占ってからね、占って大吉だったら、その人をやってるわけです。大凶だったらやらないということですよね。それでまあ、昨日はね、一昨日はね、誰を占っても大凶。なぜだと。まあ、なぜだってもう分かってたんですけどね。まあ、天体配列、ちょっと今日悪いなと。今日出した人物は多分バズっちゃうんだろうな、そういうふうに思ってね、なぜ出してはいけないかっていうね、天体配置図ね、ホワイトボードを持ってきてね、説明しましたけども。ということでね、まあとにかくね、いい方向にね、ゼレンスキー大統領の本心は本当平和なんだと、ね、リッチなウクライナなんだと、ね、みんなでこうリッチに楽しく暮らせる、ね、そういうウクライナなんだということですよね。ですからまあ経済を本当に回していきたいと。でもロシアの経済ボロボロ、ね、嫌だと。あんなの嫌だと、ね、見てても、いうねことで、まあ立候補したわけですから、まあなんとかね、いい方向に進んでもらいたいし、検討を、ね、頑張ってもらいたいと思います。今ね、とにかく大変な時なんでね。はい、ということでね、チャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。それではまた。さよなら。